はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビジです。では今回は信長の野望を大使続きをプレイしていきたいと思います。信長軍と対決中に、急遽長宗我部軍が信長と和睦、こちらに宣戦布告をしてきて14万の軍勢で攻め込んでくるっていうね、優勢な戦いから一転ピンチという状況になっています。で、敵の軍勢14万、これがどこに集結するかというのをちょっと確認しなきゃいけないんですが、集結中のこの軍勢ですね。伊賀上野城に攻め寄せてくるわけだな。で、伊賀上野城の展開できる兵力数がどの程度になるかっていうのを確認して、そこに軍勢をどれだけ集めるかっていうのを考えていきましょう。では、こちらも負けじと伊賀上野に兵を集めるものの、5万5000も展開できちゃうの？そしたら、ここはしたらで合ってる呼び方。いずれにしてもここ上限5600、守りの方が守備アップになってる。ここに軍勢を集めよう。いやー、数が足りないな。5600集めればいいんで、ここは正直どうでもいいんですけど、部隊数が欲しいんですよね、どうしても。部隊数集まる？これ。いやー、しょうがないね。64、もう1部隊どうしても追加できない。これで我慢しよう。斎藤道三、家康、雪村、南部春政と4部隊今動かしてるんで、どうにもならないよな。一乗谷はそのまま取れていいでしょう。まあ、どうしても兵糧の消耗が激しくなってきてるんで、まずは北陸の方を徹底的に取る。で、その後仮に伊賀上野方面、まあ伊賀方面ですね、取られたとしても取り返す、そういう方針でいきましょうか。まともに両方全力で戦い抜くっていうのは少し難しくなってきてるんで、多少機内方面が押されたとしても放置をして、先に北陸の方を制圧していくっていう作戦でいきましょうか。総戦術なんていらないからな。そうすると、独占証券、高度増加、これを取っておく。議論ばっかりね、ハマっちゃってるんで、使い勝手がちょっと悪くなっちゃってきてますけど。そうすると、買えるものを買えるときに買っとこう。取り計らいます。ありがとうございました。仰せの通り。取り計らいます。ありがとうございました。いやー、長宗我部と和睦するのもちょっと危ないしな、まだね、さすがに。ただ集結するにはもうちょっとお互い時間かかるので、まずは一乗谷含めて北陸だな。ここは雪村と久秀、いやー、任せちゃいたいな。仮に一乗谷落とすことになったとしても、よし、勝ってくれたな。これはありがたい。雪村はここはもう強行にしてしまって、
ごとく勝つね、父さんと雪村含めて。松倉城はそのまま取ったね。ちょっと賭けに出てしまっているところがあってあんまりよろしくないんですが、報告いたします。松倉城だけしか取れてないな。そうすると先月の収支です。早速松倉城に人を入れたいんですが、その前に各方面の戦線を確認しておこう。まずは南部隊は郡上八幡を攻めましょう。上杉軍のために取っとくっていうもう案はね、今となっては完全に無意味になってるんでやめます。で、道さんはここは力攻め、イエスも力攻め。雪村のここだな、一条谷が時間的にちょっと微妙ですね。力攻めが間に合うかどうか。なので今4部隊4軍勢が同時に城攻めをかけていて、伊賀上野の方が少し心配な情勢ですね。勝山城を取ったね。まあ、信勝を処刑して他は残しましょう。このようなところでブーザーも、ね、片付けない。さあ家康はさらに軍を進めます。家康はどこに進出させるか。小山、大正寺、朝倉山、この辺りはいいよね。持瀬山まで進行する。そうするとで長宗我部軍と一戦交えるか。長宗我部軍がどういう動きをするかわからないですけどね。一条谷がちょっと落ちるかどうか微妙ですね。一条谷にさえ落とせばだいぶ楽になるはずなんですけど。明かりごとなき者よ、滅びるがよ。機運城は落としました。信住を処刑しとこう。織田の一門は処刑してかかるかな。もうこのようなところで残された長宗我部信長の領地は知れてきてるね。一条谷がやっぱ硬いな。まだまだ長宗我部軍の士気が高いんで。信長の残された城はもう多くはないですね。むしろあとどこ残ってるんだ。信長の織田の城はどこにある。織田方の城をもう全部落としたいんですが、能登はもう完全に長宗我部になってますよね。で松倉山、大正寺、この辺りも全てすでに長宗我部の領土になっていて、織田信長の領地としてはどこが残ってるんだ、ちょっとわからないな。これは確認しましょう。信長の領地を確認したい先に。織田はここだな。郡上八幡は南部隊が攻めるんでこれで決着がつくね。となると敵があまり寄ってこないであろう。出陣する。北陸方面で長宗我部軍と決戦しておいて、長宗我部軍の戦意を削いでおきましょうか。この城雪村がもらい受ける。よし、一条谷は取ったね。これは初めての長宗我部軍側の城取りになるのかな。雪村は一旦騎乗させよう。戻るぞ。兵糧がえぐい勢いでなくなってるからな。そうすると残り展開中、北陸方面では、家康と道山で、南部隊が郡上八幡、ここが最後の信長の城になってるんで、ここを取れば全兵力を
長宗我部戦に振り向けられますね。城が取り囲まれました。伊賀上野だな。取り囲め。いや早いな。伊賀上野城落ちるの早い早い。こんなに早いか。14万の軍勢に囲まれると。で次亀山城に向かってきてる。ちょっと待ってくださいね。取り囲め。亀山城で普通に激突してもかなりピンチになるな。そうすると道さんの軍勢を、なあ道さん今取り囲み中か。何分も動かせない。いやーこれは兵が出せないな。どうする。福島正則の17000、これをうまく動かしていくしかないな。行くぜ。三好の軍勢をどこで迎え撃つかだな。亀山城で三好隊14万を迎え撃つわけだな。報告いたします。先月の収支です。全体的には目論見通りに進んでいるものの、これ万万が一亀山城を落とされた後増援を出せないんで、ここがちょっと痛いかな。なのでちょっと交渉の使者も出しておく。上層壁に一旦は僕。かしこまった。仕方ねえ、待つか。よし、これで信長側は全て城を取ったんじゃないの？バカな。死ぬというのか。片付けない。ちょっと待ってね、信長まだ終わってない。どこにいる。まだ信長の城が残ってると。お、東堂高虎が投与可能な状態になったね。庭長重は敵がだについてるかな。ちょっと一旦時間を止めます。で確認したいのが、ちょっと待ってくださいね。時間を止めて確認したい、確認したい、確認したいよ。確認する暇もなくどんどん時間が進んじゃいますね。ここは全員一旦逃がしていいかな。片付けない。ようやく時間が止められたかな。一条谷が攻め寄せてきてるわけだな。ちょっと待ってくださいね、時間が止められない。時間がようやく止まった。でここで確認したいのが信長だ。信長、信長がどこにいる。信長はここにいるんだな。まだ、くっそー、信長がまだこんなところにいるか。そうすると、まずは大聖寺を取った軍勢で家康を一条谷に派遣しよう。進め。で道さんも、まあ、念押しのために一条谷に派遣しましょう。進め。で三好軍はとりあえず動いてないので放置でいいよね。で南部軍を最後の、これが本当に最後の信長の居城になる鳥羽城をここに派遣しよう。進め。これでどうなるかだな。でできれば長宗我部と和光和をしたいので
報告いたします。先月の収支です。上層壁の動向を確認しましょう。表情始めるとしましょう。白川義綱、お、農業25は優秀ですね。その他はちょっと微妙かな。どうしても軍事系が欲しいと商業系が欲しいので、このあたりが無難になってきますね。表情を終わります。策がございます。策がございます。まあお金はあったらあったで困らないからね。城下町支援も海上攻撃もすぐにでもやりたいけど、ちょっと足りないか。どうしても議論ばっかり余っちゃってんだよね。そしたらまずはさっきの交渉がどうなってるか、その結果見る。まだ交渉の結果が出てないんだな。早く長宗我部と一旦講和を結んでしまいたいんですが、その前段階で止まっちゃってますね。では金を使って兵糧と軍馬と鉄砲と買っておきましょう。でもう一度確認しますが、軍勢は一条谷の奪還に家康と土山で、南部隊は一旦鳥羽城、信長最後の居城ですね。で亀山城では福島正則が1万7000で三好14万の軍勢を抑えているという状態です。兵糧3000を渡せば長宗我部と一旦和睦ができる。これは飲もう。待機する。待機せよ。これはかなり美味しいんで、こちらとしても。黒田官兵衛と長宗我部が戦闘するの、これは無視だな。どちらにも組みしないのが一番いいでしょう。で今のうちに福島正則も城に戻して、とにかく全員城に戻して兵糧の節約と、あとは何といっても城をいくつか取ったり取られたりしてるので、どこに誰が今いるのかが分からなくなっちゃってますからね。でそこの整理も次の段でしていきましょう。その時には信長がこちらの配下に加わってきてくれてるといいんだけど、ちょっと時間的に足りないかな。袋叩きよ。報告いたします。まあ、当面の間というか半年、少なくとも半年間は長宗我部軍と戦闘にはならないので、まあ半年間かけて整備していけばいいというところでは多少余裕はありますからね。先にターンを送ってしまって信長を滅ぼしちゃいましょうか。この戦我らの勝ちぞ。いやー、この統率の鬼たちがいっぱいいるからな。これ見ても半端じゃないですよね。まあ、信長筆頭にライレン、やっぱライレン頼りになるんだよな。で数正、信秀、左近、長政もいますね。じゃあ彼らをまるっと召し抱えましょう。いや信長が家臣にいるってちょっと怖いけどな本当に。まあでもこれ本当に長宗我部 VS 真田っていうね形に完全になりましたね。もう長宗我部の能登半島とかはねもう孤立してるんで、まあそれこそ謙信軍に攻めさせてもいいぐらいな感じですからね。こちらは大阪方面を取りに行きましょう。
ではまずは取引を行いましょう。兵糧を買って軍馬も買って鉄砲も買っていきます。かしこまりました。で忘れちゃいけないのが、ありがとうございました。人の配置ですね。いやこんだけ取ったからな、一気に取りましたよね。いやめちゃくちゃ取ってるよな。最前線になるところから優秀な武将をバリバリ入れていきましょう。統率の高い武将でいうと家康はもうすでに使ってる、信玄も使ってるんで、いや信長入れる、いきなり、いやー本当に贅沢になってきたな、この人の人事面を考えても。信長をじゃあ最前線に入れつつ、2人ぐらいを入れてあげましょう。ライレンもいるしね、まあ、ライレンはただおそらく他にいないんじゃないかな。ライレン系、下妻系はいるのかどうか、ちょっとここも確認していっちゃいましょう。あ、いっぱいいるんじゃん。いっぱいいるとなれば、なればだ。どうする？統率が高い。雷将で読み方合ってるかな？雷将は残しておこう。統率が高い人から順にね、前線に持っていきましょう。まあ、活躍の場もあるだろうし。カズマスもいて、いや本当にそうそうたるメンバーになってきてるからな。信秀、信秀もいるか、まあ、ここはね、あの架空のシナリオになってるところなんで、まあ、当然ねいろんな武将がいるというのはいいんですが、いやそれにしても信忠も優秀だな、こうやって見ると。信忠、信忠はまあそれなりかな。あと信貞、この辺りも強いですよね。いや前線で活躍してもらいましょう。観音寺、観音寺にこそ信長入れてあげた方が良かったかな。まあ今更ですけどね、ちょっとあえてそこをまた戻すのも面倒なので、ここはじゃあ左近を入れる。左近、昨今はただ周りにいないかとなると、他にいる小田原城にいる芝一族でもつけるかな。芝一族をつけておいてあげましょう。で清水山城、ここもね、あの若狭方面の最前線になるんで、ここにも優秀な武将をつけておきましょう。そうすると、どうしようかな。剣道入れる。いや強いよな、本当に強い。これでいよいよ本当に長宗我部軍と引けを取らないだけの陣容を整えられたんじゃないかな。でここはもう2000級の武将でもいいんですが、それなりに武将は揃っているので、遠慮なくというかね、ガシガシ配置をしていきましょう。かしこまった。いや統率80超えてたら、まあかなり強い部類に入るとは思うんですけど、いやー、ここに重秀とかもいるもんな、まだいるもんなって感じですよね。じゃあここも武将を配置していこう。
基本的に小田原城にいる部隊は、部隊はというか武将はそのまま遊んじゃってるだけなんでね、使っていきましょう。武田軍の副将と言われた信繁を2000級に配置するので済むっていうのが本当にねすごいよな。かしこまりました。はい、そしたらちょっとねこの成就の配置のところは裏方でやっておきたいと思いますので、少し30分経っていないんですが一旦ここまでにしてですね、次回長宗我部との戦い再開していきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。